正五院本山派は平安時代から江戸時代にかけて存在した天台集計の修験道の一派。熊野三山を拠点とし、正五院を本寺とした。恩城寺では古くから熊野三山などで山岳修行を行う者が多かったが、漢字4年に白川上皇が熊野参りを行った際に、その先達を務めた恩城寺の贈与が熊野三山兼業に任ぜられた。 鎌倉時代末期に、蔵与ゆかりの称号院の門跡であった、閣序法親王は、御城寺長里と熊野三山剣業を兼任すると、熊野三山大峰山への天台集計の主言者を、統制するようになり、さらに、室町時代後期に、この野家出身の門跡、同郷が、組織化を進めた。本山派枠にあるいは、軍隊で、 霞と呼ばれる主元社統制の地域組織を結成させ、その掌握に努めたことから勢力の拡大が進展し、これに圧迫された新言集計の東山派との対立が深まっていった。慶長年間に今朝をめぐって本山派と東山派が対立を起こすと、慶長18年に江戸幕府から昭和院と東山派が本寺と仰ぐ三方院に対して主元道派とが出され、 一派による独占は否定され、両派間のルールが定められた。これは、霞に対する規制をかけたもので、本山派には不利であったが、それでも江戸時代を通じて、本山派の方が優勢の状態が続き、法頭とされた、正和院の下に、院下先達年行事、自家松院順年行事同行といった序列が整備された。本山派は、明治維新後の神仏分離令及び、 明治5年の主元州廃止令によって、天台州に強制的に統合されることになった。だが、この措置に対する称号院側の反発は残り、第二次世界大戦後に本山主元州として、再び独立することになる。ありがとうございます。